どうもエルザです。それではスプラトゥーン1やっていきたいと思います。今回はダイナモですね。いやー、最初ねカーボンローラーにしようかなとか思ってたんだけど、まあ、ちょっとダイナモやってみたいなと。まだちょっと使ったことないんですよ。実は買ってきたばっかしなんで、このダイナモぶん回しやっていきたいと思います。さあ、タチウオですね。さあ、ギターがまたいるか。こっちは比較的グリーン。やっぱチャージャーいるな。しかもプライムもいるか。できるだけ。お、2回くれる。面白いな。ああ、こういう風に振る方が、賢明か。はい。落ちていったね。ねえ、どう？ねえ、どうしよっかな。このまま走っていくかないかね。はい。おう、バケツちゃん。まあまあ、やっぱ慣れてない武器こうなるよね。面白いね。いやー、すごいな。バージョンってか変わるだけでこんなにね、使い物にならなくなるとは聞かったのに。はい、ダメー。ほい、はい、スーパーセンサー、はい、はい、よこせい、えいし、えいし、もうこれは仕事したでしょう。ほい、スクリーン食らう。よし、押し出しだ。最後の押し出しはちょっとかわいそうだった。もう最後の一発と思って打って落ちていったんだろうね。いや、ダイナモ振りが軽い。さあ、発砲フグやっていきますか。どうなるかな。さあ、チャージャーを携え、チャージャーが動きやすいんで頑張ろう。とりあえず、あー、やっぱ振りは遅いか。なんかテンポがちょっと違うから難しいね。まあでも大丈夫っしょ。あー、ワンジャンプ、ツージャンプいける。相変わらず変わらない。はい、ナイス、いいスペシャル。あ、ちょうだいちょうだい。いやあら、気づいてない。あら、取られちゃった。はい、仕方ない。あー、これ攻撃力アップつけないと弱いのか。火力が弱いんだ。あー、なんかちょっとそれは思ったより残念。上手に近い状態にしてしまえば違うけどね。インクの飛ばし方が難しいんだね。何に
あーもう一個投げる。あーこの辺りはビーコンとちょっと違うね。はい、角度だね。角度が難しいんだこの武器。うん、角度だね。はい、じゃあ、おー、ナイスナイスナイス、ありがとう。あ、やっぱ難しいか。まあでも勝ちだね。いや、ダイナム面白いけど難しいな。いやいや、多分射角、範囲さえ覚えればなかなか強いな。さあ、アコフグダイナモでやってますが、どうだろうね。さっきみたいにうまくやりたいな、できれば。さあ、リッターを味方につける。自分で塗らんかい。はい、新鮮やな。ダイナモンさんね。はい、あ、すいません。安全グッズ必要だな、僕がダイナモン使う時は。はい、抜きたいわ。はい、上からかぶせてやね。無理無理。よし、ナイス。いやー、ダイナモ強え。まあ、ハマる人もいるわけやね、この武器はね。快感やな、倒した瞬間が。さあ、B マイナーと。もう B 上がってきましたね。まあ、やっぱ、2で頑張っただけあるね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、今回ダイナモで、最初の 1,2 戦はね、ちょっと四苦八苦しながら、ちょっと感覚違うんだよね、思ったよりね。ちょんちょんバシャンじゃなくて、ちょんちょんバシャンみたいなね。ちょっとテンポが速いっていうか、ちょっとびっくりしたんだけど。まあ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 、いろいろ使ったね。この辺りからスクイープ。まあ、この辺りは縄張りとかね、ああいう時に使うんだけど。まあ、いろいろやっぱ武器使うのは面白いね。ちょっと北斎とかも気になっているけど。この辺りもまた使って、いろいろ武器使って挑戦していきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。